山本乃木太郎反対尋問あなたは被告が被害者を殺害するところを目撃なさったということですがそうですかそうです凶行の行われていた地点とあなたの目撃せられたという位置とはどれくらいの距離がありましたか そうですね。五、六軒は離れていたと思います。5、6件。それはお間違いではありますまい,いか。2、3件ではありませんかええ、確かに5、6件離れておりました。それは目測によってですね。もちろんです。5、6件と申しますと、どちらの方向からご覧になったのです

ある一点に視線を注ぎながら。そこにやった将棋に腰を下ろしてですな。そうです。将棋に腰を下ろして見ていられたということは、間違いありませんか。間違いはありません。しかし、ああいう惨劇を腰をかけたまま見物するというのは、少しく変に思われますが、 証人は立っていられたのではありませんか。途中から立ちました。被告が被害者に一撃を加えたときからですか。そうです。証人が茶店の将棋に腰をおろしてから、時間でいうとどれくらい経ってからか被害者が現れたのですか。およそ十分くらいです。 最初に通りかかったのはもちろん被害者の森田義兵でしょうなそうですそれが森田義兵だということはどうして分かりました体の格好で分かりましたすると証人は通りかかった者が森田義兵であるということを最初から知っていられたのですねそうです 体の格好でさように思ったのです。森田は西から常盤神社の境内に入って東に抜けようとしたのですね。私はそうと思いました。森田は茶店の前あたりで立ち止まったりはしなかったですかええ、立ち止まりなぞいたしません。急ぎ足で通ったのですね。そうです。 急ぎ足で通りました。証人はその時声をかけましたか。い,いえ、声はかけませんでした。声をかける暇はなかったのです。音吉はどちらから来ました。ジョヤ島の陰から出てきました。あなたは音吉がジョヤ島の陰から出てきたということをどうしてお知りになりました。 とのしかしあなたのいられた茶店の前からすると強行のあった地点と上野党とはちょうど左右反対の位置になるのですがあなたが森田義兵の方を見ていられたとすると音吉が上野党の影から出てくるところは見えないはずではありませんかそうです見えないはずです。 しかし私は、上野党の陰に黒いものが動いたのですぐその方に注意を引かれました。それが音吉だったのですね。そうです。それが音吉であったことはどうして分かりました上野党の明かりで分かりました。顔を見られたのですかそうです。 塔の後ろから出るとすぐに顔を見られたのですねそうですしかしあの塔矢塔の明かりの高さは9尺以上あるのですがすぐにわかりましたか少し離れてからであったかもしれませんあなたが茶店の将棋に腰をかけられたのは何時でした,11時でした かっきりですかいえ11時5分前でしたあなたは時計を出してみられたのですねさよう私は将棋に腰を下ろすとすぐ時計を出してみましたこの時間の点は被告にとってすこぶる重大な関係があるのですがあなたの時計は正確ですか 私の時計は非常に正確です。その時間に間違いはありません。あなたは、茶店の将棋に腰をかけてから何をなさいましたか何にもいたしません。時計を出してご覧になりましたね。それは今申したとおりです。それからそれから、たばこを飲みました。 むろんマッチで火をおつけになったのでしょうねそうです半ば陪審員に顔を向けながら被告の音吉は警察ならびに検事邸で上野党の陰に隠れていたことを自白しておりますその調書によりますと上野党の陰には20分以上も隠れていて 森田の通行を見逃さぬように四十茶店の前の道路の方に注意していたということになっておりますから証人がマッチを吸ってタバコに火をつけたことは当然被告の目についたはずであります。そうすると被告は茶店のところに人のいることを知っていながらこの凶行を演じたことになるのですが。 条野党の影から被告が現れたということは証人の思い違いで音吉は森田の後ろを尾行してきたのではありませんかよく考えてお答えください条野党の後ろから出てきたことは間違いありませんあるいは森田の後を尾行してきて一時条野党の後ろに隠れたのかもしれませんしかし 森田が急ぎ足で通り抜けようとしていたのですから、上野党の陰に隠れる必要はありませんね。そうです。私もさように思います。あるいは、以前から上野党の陰に隠れていて、私がマッチを吸ったことに気づかなかったのかもしれません。とにかく、上野党の後ろから被告が出てきたということは間違いありませんね。 間違いありません。被告音吉が、条約党の後ろから走り出て、森田の後ろからおのを振り上げて、森田の脳天に一撃を加えたのですね。そうです。おのだということが、どうして分かりました振り上げたときに見たのです。常夜塔のかでですか そうです。おと吉中は斧を振り下ろすときに何か言いましたか。斧れといい様は打ち下ろしたように思います。モリタは何か言いましたか。何にも言いません。ただううというような低いうなり声がかすかに聞こえただけです。モリタは最初の一撃で倒れたのですね。 そうです。おと吉中は森田が倒れてからも斧を加えましたか。二三度振り下ろしたように思います。倒れている森田のどのあたりに斧を加えましたか。胸や腹のあたりであったと思います。森田はどういう風に倒れたのですか。やや斜めの方向に仰向けに倒れました。 医師の検案書によると背中に一か所傷があるのですが被害者はうつぶしに倒れたのではありませんかあおむけに倒れてからのちにもがいてうつぶせになったのです森田はかばんを抱えたまま倒れましたかそうです右手に抱えたまま倒れました倒れている時に モリタはカバンを放り出したのではありませんか。い,いえ、抱えたまま倒れました。おと吉は凶器の斧をどうしました。しばらくは手にある斧を見つめていましたが、ぽいと死体のそばへ放り出しました。するとモリタが倒れてもなお抱えていたカバンをおと吉は抜き取ったのですか。そうです。 倒れたれまま右手に抱えていたのを抜き取りました被告の自白調書によると森田は倒れる際抱えていたかばんを投げ出したことになっています証人のただいまの証言は間違っていましょういえ間違っておりません確かに抱えたまま倒れましたそのかばんは黒い革の2つ折りでしたかそうです そのカバンにはニッケルの留め金具のあるバンドがついていましたかついておりましたそのカバンの皮はつれたずいぶん古びたものでしたねさようですそういうカバンであることをあなたはどうしてご存じですか教皇の現場で見ました森田がそういうカバンを持っていることをた あなたは、以前からご存じだったでしょう存じておりました凶行の現場で見られたのが初めてではなかったのですねさよう以前から知っていました記上の記録のページを23枚くりながらおとき吉はその時首巻きをしていましたかしていましたどんな首巻きでした 色は？赤いネルのようでした。赤いネル。茶色ですか？い,いえ、赤く見えました。おどきちはその首まきを強行前に取りましたか？取りました。取ってから捨てましたね。捨てました。 どの辺に捨てました。ジョヤ島の後ろを出てまもなく捨てました。ジョヤ島の後ろを出てまもなく捨てました。あなたがおと吉之の顔を見られたときに、その首まきが赤い色であることも見られたのですね。さようです。おと吉之の顔の色はどうでした。顔色まではわかりません。 それでもあなたは音吉の顔を見られたのでしょう顔を浴びましたけれども顔色まではわかりません顔色はいくぶん赤く見えませんでしたかいくぶん赤く見えたようです音吉は強行後その首巻きを持っていかなかったのですね持っていきませんでしたその首巻きを おと吉は忘れていたようですかまた探したが見当たらなかったのでそのまま立ち去った様子でしたか首巻きを外したことを忘れていたようです机上の記録をくりながらあなたはそれまではきわ神社の境内を夜分お通りになったことがありますかあります何回くらい 二三回。何時頃にお通りになりました。いつも九時か十時でした。十一時を過ぎてお通りになったことがあるでしょう。い,いえありません。あなたが当や時は神社境内の茶店の将棋に腰を下ろされたのは午後十一時五分前であったのですね。そうです。 それは先ほど申したとおりです。教皇が終わって、あなたが現場を立ち去られたのは何時頃でしたその時、私は時計を見なかったので、よくわかりません。しかし、およそ何分くらいを経過したと思いですかさようです。20分くらいは経過したと思います。それでは、 あなたが常わ神社の茶店の将棋にいられた時間は午後10時55分から11時25分ごろまでの約30分間ですねさようです机上の記録を送りながら犯行のあった当夜は荒谷村の不動寺に頼もし公の集会があって証人も出席せられたのですねそうです 被告の音吉も行っていたのですね。来ておりました。森田も来ていたのですか。来ていました。森田は頼もしには関係がないようですが、何のために不動地へ来たと思いになりましたか。音吉に貸し金の催促に来たものだと思いました。音吉が落札するという話がありましたか。 さようです。音吉が落札するという話がありましたので、それで森田が来ていたものと思います。音吉に札が落ちなかったため、森田との間に何か争いでもありましたかどうですか私は存じません。森田が帰ったのは何時頃でしたそれも存じません。 私は彼らよりも先に帰りましたからあなたがお帰りになる時には何人くらい残っていましたか2人だけおと吉と森田の2人だけですかそうですあなたがお帰りになる時音吉は首巻きがなくなったと言って探していましたか探していましたそして その首まきは出てきたのですか。どうでしたか。私は二人を残して先に出ましたから、後のことはわかりません。あなたは当や不動寺で尾吉家の首まきをご覧になりましたか。い,いえ見ません。ただ亡くなったと言って探していたとき、それが白いネルの首まきで、端の方に「おと」という字が。 黒いもめん糸で縫い付けてあるということを聞いただけです。陪審席へ顔を向けながら、被告の自白聴書によりますと、被告は己の首巻きを自分で隠しておきながら、首巻きが紛失したと偽って最後まで居残り、森田が一足先に帰ると、すぐその首巻きを懐にして不動事を出た云々。 という申し立てになっておりましてこの申し立ては証人のただいまの証言とよく符合いたしておりますしかし先ほどあなたは常夜党の陰から出てきた音吉が赤い色の首巻きをしていたとお述べになりましたねそうすると色の点で少し符合しないように思うのですがその色の違っていることについて あなたは別に何ともお思いにならなかったでしょうかそんな首巻きの色のことなどを考える余裕はなかったのですほんの瞬間のことでしたからあなたが首巻きの色のことについてお尋ねになりましたから思い出したくらいのものです机上の記録のページを送りながらあなたは強奪せられた森田のカバンが当夜から12日を経過した3月8日に 鉄道の終点津坂駅で列車内から発見せられたことをお聞きになりましたか聞いておりますあなたは同日頃津坂方面へ行かれたのですねさようです私は所用のため同日津坂へ行きましたその列車内で被告音吉の妻よしとお会いになったそうですね 会いましたその列車は午前5時20分に安曳駅を発して同7時40分津坂駅着の列車であったそうですねそうですあなたはどこで被告の妻とお会いになりました私が安曳の駅で汽車に乗り込みますとその箱に音吉の女房が乗っていました あなたは何か言葉をおかけになりましたか。二子と巫女と言葉を交えました。被告の妻は何か荷物を持っていましたか。持っていました。あなたは荷物をお持ちでしたか。私は荷物を持ちません。空手であったのですね。さようです。 何一つ荷物を持ちませんでした。被告の妻が持っていたという荷物はどんな荷物でした。しっかりとは記憶はいたしませんが、小さなフロスキズつみ2個であったようです。その荷物を被告の妻はどこに置いておりました。座席ですか。網棚ですか。網棚の上に置いておりました。 被告の妻が座っている真上の網棚ですかさようですしかしそれが被告の妻の荷物であるということをどうしてご存知です真上の網棚にあったからさように思ったのです列車が津坂駅に着した時にはその室内には何人くらいの乗客がありましたか 約4五5 0人くらいやったでしょう列車が津坂駅に着した時あなたは被告の妻よりも先に下車なすったそうですねさようです被告の妻の長書によりますと安き駅で列車が発車しようとする間際にあなたが飛び込んで来られたということになっておりますがこれには相違ありませんか さようです。私はもう少しで乗り遅れるところでした。そうしますと、びき駅ではあなたが被告の妻よりも後にお乗りになり、さ坂駅では先に下車されたわけですね。さようです。あなたは、常盤神社の乗夜塔が午後11時限り消灯されることをご存じですか 何ですかあなたは、時輪神社の常夜灯が午後十一時限り消灯されたことをご存知ですか存じません。そんなことはありません。昼夜点灯されています。あなたは、常磐神社の常夜灯が赤ガラスであることをなぜ陳述なさいません。 あなたは、ジョーヤの色について私にお尋ねになりましたか私は、あなたのお尋ねに対しては忠実にお答えをいたしております。お尋ね以外のことを答える義務はありません。では、改めてお尋ねいたしますが、あのジョーヤが赤ガラスであることはご存知だったでしょう。知っておりました。それでは、 乙吉の首巻きが赤い色であったということは間違いで実は白であったのですね私は赤く見えたからそうお答えしたばかりですあなたはあの条約党が午後11時限り消灯されることをご存じありませんねそんなバカなことはありません あなたは差言を用いて私を傷つけようとなさるのですか？あなたは証人として先生の前になおかつ十一時以後において上野島の点灯あることを主張なさいますか？私は先生をいたしております。あなたは島や柵のよしずの影の障りに腰を下ろしていたとお答えになりましたが。 やかんあの茶店には将棋もなければ吉瀬もありませんあなたはない将棋に腰をかけることができますか実に無法なお尋ねです私は先ほど吉瀬の影の将棋に腰を下ろしていたと証言したではありませんかただいまのあなたのお尋ねに対してはお答えのかぎりではありません あなたは先ほど3月8日に津坂へお越しになった際、被告の妻よりも先に下車したと証言なさいましたが、そうではありますまい。あなたは被告の妻よりも後に下車なさったでしょう。お答えの限りではありません。私は、 常磐神社の常野灯が午後11時限り消灯せられる事実を直ちに証明することができます。我々人間の記憶に錯誤のあることはしばしばです。あなたは常磐神社の境内におられるうちに常野灯が消えたことを今日まで気づかずにおられたのではありませんかよく考えてお答えください。 たしは忘れていましたあなたの言われるとおり、条約党の消えたことを今思い出すことができました。それでは、いつ消えましたかいつ消えたか覚えがありません。教皇の前ですか教皇中でしたかそれとも教皇のあとでしたか それも記憶がありません教皇前衝突せられたことはあなたの正確な時計が証明しているではありませんか私は時計が標準的に正確だと言った覚えはありません常磐神社の境内またはその周囲には条谷灯以外に明かりはありません しかもその条約党は午後11時すなわち恐慌よりも以前に消されたことは事実ですあなたのご記憶にはなお誤りがあるようですあなたは何か他の光によって恐慌を目撃せられたのに相違ないのですよくお考えの上当時の記憶を喚起してお答えください ああ、私は思い出しました月の光で見ることができましたそうでしょうジョー島以外の光で見られたのでないとあなたの証言には甚ははだ矛盾を生じますしかし月の光で音吉の首巻きが赤く見えたでしょうかそれは 赤く見えたように私が思ったのです実際は白かったのかもしれません午前5時20分の列車は安曳駅仕立ての一番列車です被告の妻吉野長所によりますと被告の妻が安曳駅へ行った時にはまだ時間が早かったために乗客は一人も来てはいなかった出殺口が開かれる時分には住人ばかりになったが 被告の妻が3人目に切符を買ったと申し立てているのであります。そして証人は一番最後に切符を買っておられます。そういたしますと被告の妻の切符と証人の切符とにはその切符番号において10番以上の差があるべきはずです。すなわち 被告の妻の切符は証人の切符よりも少なくとも十番は若い番号であります。本線の終点駅である津坂駅では一番列車の収札は一人の駅員でいたしておりますから収札員の手には収札口を出た順番に切符が残るわけでありまして収札部の記載は通例収札順によっているものでありますが 津坂駅備え付けの出札簿によりますと当時の欄には「安き駅発行着駅津坂の03143」は当時32行目に記載されておりましてこの番号の切符は安き駅の出札簿によって計算いたしますと当日1番列車の第3番目に出札されたことが明らかでありますから。 この番号の切符が被告の妻のものであったことがわかるのでありますそして同列車の津坂駅最終終札切符の番号は安引き駅発行着駅津坂の03158でありますしかもこの番号は安引き駅の出札簿によると当日一番列車のために発行した最終番に相当いたしておるのでありますから この切符こそは証人のものでなければなりません。そこで証人に改めてお尋ねいたしますが、この事実によりますと、あなたは被告の妻よりも後に下車されたのが本当ではありませんか安木駅において私が最後の乗客であったことは先ほど申し上げたとおり事実です。しかし、 日下駅の修殺簿の記載が絶対に修殺順だとは申されますまい。私は被告の妻よりも先に下車したものに違いありませんあなたはその際荷物を持たなかったと申されましたね私はそう申しましたその際私は荷物を持ちませんでしたあなたが荷物を持っていたことを 目撃したものがあっても。目撃したものはありません。何人といえども持たない荷物を見ることはできません。あなたは本件の教行をかなり詳しく陳述なさいましたが、月の光によって目撃せられたことに相違ありませんかそれは先ほど申し上げたとおりです。私は、 常夜が消されたたことに気づかなかなったのですそしてその時月が出ていたことを忘れていたのです本弁護人は被告のためにあげなければならない多くの反証の必要なることを存じておりますしかしながらただいま提出いたしました証拠物件によりまして他の全ての反証は留保いたそうと存じておりますいな むしろその必要はあるままいと存じておりますなぜならばただいま裁判長に提出いたしました証拠物件によりまして本件随一の証拠である証人の証言を根本的に覆しうるのみならず被告のために不利益な他のすべての証拠は一切その力を失うことを信じて疑わないからであります。 すなわち証人は本件の凶行を月光によって目撃したと申すのでありますが本件は2月25日午後11時ないし12時の出来事でありまして2月25日は旧暦の正月16日に相当いたしますしかして正月16日の月は 翌日の午前0時40分をもって初めて現れることはただいま裁判長へ提出いたしました歴本によって証明されるのでありますしかも当夜が月の出るまでは安夜であったことはバツバツ所の報告書によって明らかでありますしかるに証人は月が出ていないのに 月光で本件虚構を目撃したと証言するものでありましてその証言が根本的に虚構であることを自ら暴露しているものであります。本弁護人は奉還をとして本件の犯人はこの証人であることを断言して告発いたします。